TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。TBS アナウンサー堀井美香です。おやおや、堀井さん、今日はなんだか声が出てないぞ。響くもんで。大丈夫ですか？尾低骨に響くもんで。まさかの。はい。膝に来た後、腰に来る、はい。そうですね。本当につい何時間前なんでしょうか、これ。8時間ぐらい前ですかね。はい、あ、結構そんな前なんだ、立ってるんだ。8時間、11時ぐらいですから、8時間でしょうね。はい、うん、ぎっくり腰をやりました。ぎっくり腰というか、まあ、腰をピキッとやってしまって。そうですね。大丈夫かいね。はい。なんかずっと水平移動してます。私が今日スタジオに入ってくるときにですね、はい、野球拳の歌を歌いながら勢いよく飛んだり跳ねたりしてきたら、うん、お前は若くていいなって。堀さんがなんか、で、微動だにせず、微動だにせずいいからどうしたのかと思ったら、ぎっくり、しかも。からくり人形みたいに歩いてたから、こうやって、ね、水泳移動して、あ、笑うと痛い。手のひらの上にね、お盆乗せてね、カラ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 って、ね。あと水がこうやって、うん、そうそうそう、シュッシュッってね。出てるやつ。気をつけてほら、どっか持ちながら、どっか持ちながら喋って、机を、この前の机を持ちながら、そしたら痛くないから。しかも、うん、はい、ロボット走行してるから今日ずっと会社の中、ね、いち早く AI ですよ。いち早く AI 5G につながったっていう話でも堀井さん、うん、今回初めてではないということで、はい、あ、そうなんです。私子供が、まあ、小さい赤ちゃんの頃に持ち上げようとしてグキッとやって、うん、その時も初めてだったのでびっくりして、うんうん、なんか救急車呼んだらいいのかなぐらいのもう動けなさだったんですよね。はいはい、まあ今回はなんかそうですね。割とあ、曲げなければ大丈夫って、うん、U 字にしなければ大丈夫っていうことで、うん、はい。なんかお辞儀も、まあなんていうの、ここ、30度ぐらいはちゃんといけるんで大丈夫です。うん、お子さんの時にはこう、お子さんを持ち上げた時っていうことだったんですけど、今回はどんな瞬間に、今回は、ナレーションしてて、ペラって下に1枚紙が落ちたので、それを取ろうとした。おやおや、重さがだいぶ違うぞ。そうで、取って、バナナサンドって言ったから、自分でも受けました。バナナサンドって言った後に、バキッと。取った後に、うん、痛かったんだけど、うん、頑張って。スタッフに、うん、今腰やったとか言えないじゃないですか。うんうん、だって若いんですものみんな。言いたくないよね。腰やったってね。だから、はい。バナナサンド！で、ブースを出る時も、もう歩けなかったんですけど、なんか、その時っておかしいですね。携帯で誰かにこうかけるふりをして、ゆっくり歩行を歩、うん、遅くしながらブースを出てみました。うんうん、お疲れ様でございます。今日この後ね、撮影があるんで、取材があるんで、堀さん、はい、お化粧もちゃんとしてて、あ、ほっぺたがすごくね、血行が良くて、多分チークを。今やってきました、うん、はい。で、チークがすごく綺麗に、いつもよりとってもお上手に入ってるんですよ。だから、顔がツヤツヤなのに腰がロボットっていうね、ちょっと不思議な、なんていうんですかね、よくできたロボットみたいになっちゃってるんですよ、今、本当に。あなたやっぱ行かないんですね、腰とかはね。20代の頃やってましたね、座骨神経痛とか。やっぱ運動するようになってからは、そういう、ね、体重がどんなに重くなっても大丈夫ですね。そういうことですね。やっぱりこう、だからこうなると運動しなきゃいけないなって思うんですよ。うん、思うんですけど、ね、まあ。20代の時は運動一切してなかったんで、はい、朝起きてトイレ行こうと思ったらそのままパターンって倒れて、ベッドから降りて。で、何かと思ったら下半身全部痺れてて動けなくて、まあ尿意はあるわけじゃないですか。うん、そこからトイレまでほっく前進ですよ。こうやってほっく前進していって、腕の力だけで、立ち上がって、用を足して、これはまずい。用足せます？なんとか、まあ、足さないとね、やっぱりね。で、そのままかかりつけの整体院行って直してもらってってやったんですけど、まあ、そのあたりから、やっぱ運動しないとなっていうのがあって。うん、うん、そうですね。あと、いつ何時その、いきなり来たものにちゃんと対処し、うん、できるようにしておかないとと思って、そうなんですよ。私、お友達の方は、背がそんなに、高くなくて、すっごく細くてらっしゃるんですよ、うん。でも運動はすごいしていて、力も全然私なんかよりあって、なんでやってんのって言ったら、親の介護ができなくなるんじゃないかって不安があるって言ってて、親が体が大きくて、もちろん
ね、公共のものに頼ったりとかするんだけど、うんうん、にしてもこうなんかって言った時に親が例えばバタって家で転んだとか言った時に起き上がらせたりとかできないんじゃないかと思ってて、うん、そんな真面目な理由で運動してる人初めて見たと思って。そうそう、でもそうでしょうね、うん、堀さんなんてさ細いんだから、いやいや、ちゃんとタンパク質取って運動したらシュッとなると思うよ。はい、ちょっと本当にだからそうなんです。自分の身に起きないとね、人ごとだからね、やらないんですよね。そうですよね、本当にね。まあそれは全てのことにおいてそうですよ、我々、はい、私ごとっていうのはなかなかならない人ごと。そうでした、うん、ね、ラジオ説法みたいになってきましたけど、あなたの先週の偽地蔵の読みがうますぎて私は家で一人で爆笑してます。前で聞いた時も相当うまくて面白かったんですけど、改めて音源データとして聞くと、あ、なんていうんですか、才能の無駄遣いっていうか、積み上げてきたものを使うのここかっていう感じが。だから私は、本当にオーディオブックさんであれをやります。あ、っていうか、オーディオブック本当そうだよね。はい、読み手たくさん欲しいだろうしね。はい。偽地蔵っていう。自分作り、自分作り。そうそう。ね、やめてやめて。喋りながら腰に手当ててのやめて。腰にずっと手当ててロキソニン、ロキソニン貼ってる？ロキソニン貼ってんのね。貼ってんの。全部響くから今、ね、これさ帰るときどうすんの？え、電車無理でしょ。いや大丈夫だから、水平移動は全然大丈夫なのさっきもずっと報道のそのナレーションするのに、はいはいはい、原稿もらってブースまで何往復もするんですけど同期の男子が見ていて、何またそんな風に歩いちゃってとか言うから、なんか、うん、いやそんなおめでたいことじゃないんだよっていう話をしてました。実はですね、ここで一つございまして、はい、生活は踊るという番組を実は堀さんと私やってるんですね。そうですね。まあ今となっては生活は踊る聞いてない人の方が大畑さん多いんじゃないかっていうぐらいのポッドキャスト番組に育てていただいておりますけれども。ありがとうございます。先日堀さんとの日にですね、ラジオネームうーこさんという30代の主婦の方から、はい、生活は踊るっていうラジオ番組の方にメールが来たんですよ。うん、ね、これが本当にどうもすいませんっていうね、うん、半笑いなんですけど、ちょっと本当申し訳ないなという話で、何かっていうと、この方、うん、都内の一戸建ての狭小密集住宅に住んでて、うん、隣の家とやっぱりすごい近いと、はい。で、お隣キッチン、こっちはリビングっていう。で、窓開けたら、まあ隣の家がもうもろに目が入るっていうぐらいのところで、お隣のうちが、まあ、深夜までパーティーをやったりとか、生活音窓をキッチン開けといてすごいうるさいと。いう方で、ただうーこさんと旦那さんはすごくおとなしく、うん、穏やかに生活してきたから、そこにこうギャッと言いに行くとかはできない、うん、どうしたらいいでしょうみたいな相談だったんですけど、まあ、まだラジオクラウドで聞けると思うんですけど、はい、相談の方でこの人のですね相談は、ただここ毎週末スーさんと堀井さんのポッドキャスト番組をキッチンの窓で流すようになりました。向こうの家がうるさくて仕方がないっていう家が、なんとキッチンの窓を開けて、ゲラゲラ笑いながらオーバーザさんを聞いてるらしいんですよ。よくない、よくない。で、なんでその話を今ここにしてるかというと、はい、あなたのことですよっていうことを言いたいですよ、我々は。責任を持って。そう。それはピンポイントで言ってるんじゃなくて、いろんな人に言ってるわけですよ。はいはいはい、聞かれてる皆さんね。そう、そうですね。決して品のいい番組ではありません。そこを自覚していただくことは、はい、自分がやはり2歩ぐらい下がって聞かないと、テンション低めにして聞かないと。まあ、できれば、はい、いや、いいんですよ。どう聞いていただいても構わない。ね。どう聞いていただいても構わないけれども、はい、音量を上げるんであれば窓を閉める。そうです。窓を開けるんであればイヤホンで聞く。私たちからのお願いです。家族が寝静まってから聞く。そうですね。VIO がどうのとかさ。そうですね。ね、言うてるわけ、偽地蔵とか言ってるわけですからさ。もうおばちゃん二人のギャッハハほどね。楽しいものはないよね。腰きてる、腰きてる、腰きてる。今、腰指数いくつ？腰指数。今、D。D。腰指数、D 判定？ D 判定。それ、合格できんのね。その腰指数で合格できんの？なんて、大丈夫、ここから、ドラゴン桜で行くから大丈夫。大丈夫です。大丈夫です、はい。ちょっと安入になってますね、今日だからね。そうですね。復帰せずして。ただ、なんかね、すーちゃんとも話してたのは、はい、やっぱちょっと、楽しいことを語っていこうっていうね。そうですね。はい。まあでも辛いこともシェアしていける、楽しく語れればいいのよ、何でも。まあ、うん、まあ、そうですね。いろいろまあ、何割か入れてって感じですけれども、うん、まあ、ちょっと私も最近なんか、
だんだんそのインタビューとかたくさん受けるじゃないですか。そうなんです。今日もこの後取材なんですよ。そう、ありがたいです、うん、でどうですかこの後どうですかとか今の生き方どうですかみたいなことをよく聞かれるんですよね聞かれますよね。めっちゃ聞かれる。なんで聞かれるんだろうね、はい、うん、この後の目標はって言ってねえよっつの。まあでもそこが割と私たちはっきり分かれてて、そうそうそう、あのスーさんは今を生きるし、そう、なんかそのこの後何やるか分かんないみたいなことをよう言っていて、うん、私は割ともう10年単位でもう決めていて、そう、あと10年で終わる、あと10年で終わる、それだから悲観的なことではなくって、どうやってこうなんかそう閉じていこうかみたいなことを考えてるみたいで、いつもそのパターンで答えるんですよね。そうそうそう、はい。で、なんか、やりたいことを、うん、だから、ちょっと、何、この先何やりたいんだろうねっていう話をね。いいじゃない？はい。していこうよ。していこうよっていうことになったわけですよ。うん、だって今なったんですね。今なりましたけど。今なりましたけど。今なりましたけど。やりたいことリスト、あ、やりたいことリストね。で、やりたいことリストって、うん、まあ私たちほら、だから一周回ってくるのが遅いから、うん、若い人の間では散々やりたいこと100個並べるみたいな、うん、IT 企業の社長が並べてたりする、ざっくりした情報だろうね。ネットのサイトとかあるんですよ。ざっくりしてんな。だから私、まあ我々今タピオカ飲んでるぐらいだからね。私ね、昨日ね、あの、晴天をつけ見ながらね、書いてたんですけどね、100個。書いてたんですけど。さあ、どうだ、行こうよ、今日、100個。7個しかない。なんもなくて。ちょっと待って、人生閉じすぎじゃない ?1 時間、考えましたけど、うん、出てこなかった。7個閉じすぎだよ、それ。出てこなかった。何すんの ?7 個って。まず、どういう、なんか、あらわなやつじゃない方がいいですよね。まあ、どっちでもいいですよ。露骨なやつじゃない、うん、なんか、ビジネス色の弱いのがいいですよね。なんか、1000万貯めるみたいな、そういうんじゃない方がいいと思いますけど。土地をこういうふうに節税するとか、そういうことじゃない。そういうことは言え。こういう話さん、こうやって。それはしなきゃいけないことでしょ、うん、じゃなくてですね。スーさん何が、スーちゃん何があれですか？何をちゃんと3分けたんで。ね、スーちゃん何があれですか？私は、やりたいことリスト、いわゆる無謀編というか、夢っぽい感じで言うと、生々しい編と、普通のちょっとしたほんわか系と、ありますからね。そう、生々しい編は置いといて、夢物語編で行くと、やっぱり海外移住ですね。うん、あー。うん、こっからね。60。でもあるもんね。55から60ぐらいの間に行きたいですね。どこに行くんですか？アメリカ、やっぱニューヨークマンハッタン住みたいですね。あ、私の上京物語ですよ、うん、君ら楽しそうに上京してきただろう、うん、こっちはな、こっちはな、アメリカインディアンみたいなもんなんだよ、ね、ネイティブアメリカンとしてな、この囲われたと、ね、谷に生きてね、そう、どんどん君たちが侵食してきてね、大変だったんだよ、うん、だから全員敵みたいなところに行きたいの。そうだね。それでマンハッタンとかで、ただまあ物価がどえらい高いので、日本の給料が全然上がってないから。ちょっとまあお金貯めて、うん、2、3年、うん、突然あの、ジェーンスーのマンハッタン通信。本当に。でも、なんかでもそれは全然普通に難易度 D ではないですよね。結構すぐ割と実現するんじゃないですか。まあすごい、そこからまた生々しい話になるんですけど、その時の政権とかにもよるね。ビザが出る出ないとかっていうのが、多分私今やるとなったら大ビザっていうのになると思うんですよ、うん、そのビザの種類が、うん、でそうするとやっぱりこう実績があるないとかで出たり出なかったりとか、うん、B1 とかじゃ出ない、あのビジネスビザとかじゃないと思うので、なんかタレントビザみたいなのがあるんですけど、タレントっていうのはその日本でいうところのタレントさんじゃなくて作家とか、そう、あとまあジャーナリストビザはちょっと出ないと思うんだよなとか、いろいろ考えると、まあその時にの政権が民主党か共和党かとか、うん、大統領の方針がどうかとか、そういうのにもよりますよね、うん、まあ、あとそのアジアンヘイトがこう強くない時期だといいなとかさ、ありますけど、うん、まあ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 、アメリカ 2,3 年移住したいなっていうのはありますね。いや、なんか叶いそう、ちゃんと別に、あの、叶えるよね、うん、私も多拠点生活、前も言ったけどいいな、ね、うん、多拠点いいなと。国内だよね、でもね。そうですね。私は結構もう払っちゃって、2、3年行きたいなっていうのがあるんで。うん。なんかさ、ちっちゃいやつだとさ、私さ、あそこのさ、いつもいいなと思ってるのが、あの、ナレーションを、ナレーションをしに、うん、
赤坂見附の方まで行くんですけど、うん、大谷の途中橋があるじゃないですか、うんうんうん、あそこにこうボート乗り場があるでしょ、うんうん、あれ一人で一回乗ってみたいなと思って。いいじゃない。あれ大谷の、ホテル大谷の、ニュー大谷の手前のところでしょ。そうです、そうです。うん、で、なんか、じゃあ私明日時間あるし、行ってみようと思って、うん、今日、うん、昨日、大河ドラマ見ながら、うんうん、なんか、夢を並べるだけじゃなくて、一個ずつ叶えていこうと思って。安室ちゃんみたいなこと言い出したね。夢なんて見るもんじゃない。したら11時に引っかかりこしたから。チェイスザチャンスしたら。チェイスじゃチャンスしたら腰いっちゃった。夢って。腰言わしちゃった。夢ってなかなか叶わない。結構ほら私小型船舶一級を持ってますので。あ、それはね、なんでそれ取ったんですかっていう。何なんですかって話ですよね、それね。バブルのみんな。いや、だからさ、一個しか年変わんないんで、なんでそうなんだって話。だから私、着岸とかすごい上手なわけ。結構わかんない。30度単位で着岸してるでしょ。30度で入るのとか、すごい上手なわけ、うんうん。着岸したらすぐ渓流だから。知らねえし。着岸したらすぐ渓流。うん、パッと渓流してる。それは人生でも言えることじゃないですか。確かに。ただし。風を読んで入るの。マイルドに着岸して。風を読んで、マイルドにパッと渓流と。ポッて当たったらもうすぐ渓流だから。うん、なんですけど、うん、今日だからそれをやろうかなと。うん、いや、それボートでやることじゃないから。釣りボートでやることでパッと着岸して、ちょっと渓流するんだけど、うん、ダメでした。腰やっちゃいましたって話ね。やりました。でもな、結局まだ一つも聞いてないんですけど、どれなんですか、7つ。まずそのボートに一人で乗るっていうのはいいなと思ったんですよ、うん、ボート一人で乗る、はい、あと禅ね、やっぱり私たちの禅、禅、はい、ZEN の禅、私たちがもう今入り口に立った禅ですね、うん、あれでしょ、写経やりたいとかって言ったもんね。あと写経っていうか、まあ禅をやりたいですね。だからなんか空っぽにするんです、全部なんか頭の中を。メディテーション、瞑想的なこと？そうだと思います、うんうん。でも今なんか多分都心とかでも今やってるのか分かんないけど、うん、きっとあるんでしょうね。いっぱいあるでしょう。アプリとかもあるって言ってたよ。昨日友達の話。でもやっぱ叩かれたくないですか？ド M？ な、叩かれたいですよね。水知らずの人に叩かれたい。邪念があるって叩かれたいの。ド M なのそれ。なんかあれお香とかがさ、うん、滝何分やるか分かんないけど、うん、お香とかが全部なくなるまでやるわけじゃないですか。そう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 、禅って何も考えずに、だからそういう時間はないので、ないね。だからそれは本当に手に届く夢の実現としてまずやろうかなと思ってます、うん、じゃあボートと禅、うん、あとはそのレベルは何がなんかないんですか。私、うん、いやもう一回やっぱキックかボクシングかやろうかなと思う。全然違うよな私たち。ひどすぎるなちょっとな。ようやってるわわしら本当に。キックとボクシング、うん、ない人生にないよ。キックとボクシングは悪いけど、あってそんなハングリー精神ないわ、ね、腰治ったらさ体型いかない、ね、キックの、うん、いやキックと腰治ったらでいいから、腰治ったら、うん、それだから堀井さんのやりたいことが禅と禅ボート、私のグランドデザイン、うん、分かった、ボートと禅、私が移住とキック、移住とキック、私は多拠点生活、はい、多拠点生活、はい、多拠点、あとね私はねちょっとこれはなかなかまあ、ご商売に預かりたい、なんて言うんですか人に任せたいってこと、誰かの運に乗っかりたい、そう、ちょっとこれは手が届かない、うんものなんですけど、やっぱりショパンの協奏曲、うん、ピアノ協奏曲第1番の第2楽章を、はい、フィルハーモニーの前で弾きたい。あ、すごいね。それ誰これなかなかすごくないですか。さんまさんに頼みなよ。あんたの夢叶えたのかでやんないと。でも私ね、一回調べたことあるんですよ。うん、そしたら、うんうん、まあ、フィルハーモニーをバミるのは結構なお金いると思うんですけど、サントリーホールは割とそんなに借りられるんだ、無理したらお金出せる、うんうんうん、退職金なんかドンと入れたら、いやてか上野のさ野外音楽堂とかでいいじゃん。上野野外音楽堂でいいやつか、アイドルが毎週やってるって、それはできるんじゃないかなって思ってます、うん、じゃあショパン第1第2なんだっけ
第二なの。第二。第二が簡単だから。簡単でもないけど。フィルハーモニー、うん、はい。どうですか？私はじゃあそう音楽的な、じゃ全米デビューとかそういうのしましょうかね。でもいけるんじゃないですか？何らかの形で全米デビュー。何らかの形で。え、いけるんじゃない？書籍は私韓国と台湾は、あの翻訳されて出てるんですよ。もう何冊か。何の本が？貴様もそうだし、あとこれでもいいのだもそうだし、すごいね。お父さんはどうだったかな？なんか何冊かなってるんでしょもう。だけど、で結局さこれがまたさシュンってなる話なんだけど、まあなんでその台湾とか韓国ではっていうと、まあアジアの本だからっていうところもあるんですけど、多分ですよ。多分私の考える、予想するにあたり、儒教精神の影響が若干残ってるところ、つまり拡張性とかそういうのが残ってるところで、うん、イレギュラーな形で生きていく女の話みたいなのが通じるのが多分その辺なんですよ。だからだと思うんですけど、まあだから、アメリカとかでは全然出版の話が来ないし、もちろん。そうなんだ。そうなんですよ。アメリカ人の人の、ね、あの、エッセイストの出版なんて日本で全然あるんだけど、うん、逆はもうほとんどないよね。うーん、だまあ、書物で行くのは結構厳しいとも思うので、うん、まあ、何ですか？キック、だからキックボクシングじゃないの？キックボクシングだとシニアの部ですけどね。キックボクシング国内だったら私の体重で多分戦う人がいないです。女子は。うんうん、かなりやっぱり皆さん小柄な人が多いので、うん、なので、相手がおらんということになりますので。はあ、でもいいですね。キックボクシングをやる。移住、アメリカ、マンハッタンに移住し、キックボクシングをやって何らかの風で全米デビュー。うん、いいと思います。これ全部ね、55以降の、いいあの、あれですよ。で、で、オスン書くでしょ？オスン、そう、オスン、あなたが言うところオスンでしょ。で、堀さんは、ボートに乗って。私はだから、ちっちゃいところから、ボートね。うん、で、全やって。全やるでしょ。多拠点に住み、うん、多拠点住んで、ショパンをフィルファーモニーとやり、うん、あとは？え、だから、これはなんでこの話になったかっていうと、うん、あと話、はい、これは、昨日だから何度も言うけど、晴天をつけを分かった。分かった、聞いたよ、聞いたよ。今どんな話なの、晴天をつけは。で、うん、旦那さんに、やっぱり、一言、うん、あの、まあ、本当にね、それは天と地がひっくり返らないとできないことですけど、うん、あの、ああ、大河のナレーションやりたいなって。ああ、なるほど。うんうん。やめちゃえよ、TBS。ちょっと。やっちゃえよ、やっちゃえよ。旦那さんが、言ってろ、言ってろって言うから、そこで、ああ、私何やりたいんだろうなって思ったわけ。うん、なるほどね。はい、そこから始まって最初に出たのがボートって。何なのね。ねえ、そうそうそう。で、だから、あの、大河のナレーションやってみたいなっていうのは思いますけど、うん、ちょっとそれは生々しい。うん、そうね、生々しい。から野望っぽいよね。そう。てか、野心っぽいからやめとく。やめないとできないからね、マジで。いろいろ生々しいから、そもそもそうそう、うん、やめておく、うん。はい。あとは？あとなんか、まあ普通のことで言うとあれですね。なんか二日か三日ぐらい、これずっと昔からの夢なんですけど、うん、誰にも咎められずに寝ていたい。ああ、なんかそれ前も言ってたね、うん。でもそれホテルじゃできないんでしょ、あなた。ホテルだと悪いことをしてる気になるって言ってるよね。そう。ホテルだとあとなんか、あ、これ一泊何万とか思うとちょっと、うん。今安い。いられない。今安いご時世だから3000円くらいでいろんなとこ泊まれるよ、うん。なんか当たったり人からもらったもののホテルのやつだったらいけるけど、ちょっと貧乏症だから無理。家でってことね。家でね、うん。なんか3日ぐらい菓子パンとか、こう枕元に置いて、うん、テレビ見ながら食べて、うん、そのまま寝てって、うん、っていうのを3日ぐらい繰り返してみたい。で、朝起きて腰いててててて。何にもしてないのにいててててでしょ、はい、うん、あと何ですか、すーちゃん。私は移住、キックボクシング、全米デビュー、うん、なんか生活のこう些細なあれはないの？生活の些細な、うん、大胸筋をもう少しつけたいね。今一生懸命やってんのよ、大胸筋のトレーニング。胸のところ、胸ちょっとついてきたんですよ、やっぱり大胸筋、うんうん、おっぱい垂れてきてるからさ、うん、あ、でもなんか張ってきたね、ここ上の方に来たね、うん、そうなんですよ。これ今すっごい頑張ってんですよ、上の方に上がってる。上がっ、これ、ちゃんと、なんて言うんだっけ、あの、ブラトップで、テロンと下がっちゃうから、おっぱいが下がってくるなと思ったんで、大胸筋今、すっごい頑張ってきてる。すごい、なんか上の方に上がってきてるよ。ここほら、ほら、見て、こうやって。本当だ、動く。グッて上がってきたでしょ。すっごい。すべては筋肉とともに。
あとだからお尻を上げたり大胸筋をつけたりとか生活の細かいことで言うとそれだね。筋力アップ。あと彼氏作る。あー素敵じゃないですか。それはやっぱり、この年でババーっていう声が聞こえてくるようですけど、いやいやいや一切シャットアウトします。俺流だから。俺流だから、そう。一切シャットアウトします。我々の防音機能すごいよ。悪いけど。俺流だから。こっから長編作品作っていくから、そうそうそう私たち。私たち行くから。私は、まあやっぱ、そろそろもういいんじゃないかなと。いや、みそぎも済んだ。みそぎじゃないっつうの。なんだっけ、夢中も終わり。はい。そろそろですね。弔いも。そう、弔いが済みも終わり。三回忌も終わり。終わったので。三回忌も経ってないわ。まあ、一年ぐらいですけどね。よく頑張ったと思わない、まあ、そういうことですよね。そうそうそう。だから、はい。彼氏ですよ、やっぱり。うん。恋をしたいとか、そういうなんか生ぬるいこと言わない。男男。ひどい。本当。この間だけどさ、ちょっとびっくりして。本当に。これ人それぞれの話なんですけど、また、はい、なんかとあるインタビューを受けたわけですよ。はい、そしたらスーさんはこうこうこうで、で男と彼氏と別れた話とかもその人はすごいよく番組聞いたりとか雑誌とか読んでくれて知っててくれて、でスーさんも40後半になって、あのお別れも経験し、これから先どうやって一人で生きていくかみたいな話を普通にされたから、ちょっと待ってくださいね、がぜんやる気ですけど私って言って、待ってみたいな、なんで一人一人確定みたいな話になってる今っつってそうは問屋が下ろしません、うん、ちゃんと、あの今もうストレッチアップ入ってますけどっていう、ですけどいつでも飛び込めますけど、行きますけどっていう、ランニング行きますけどパーンって行きますけどみたいな、そうですよね、あのなんていうんですかね、あの首輪をガシャンガシャンってやってピットボールみたいな感じで喋ったら、すんごいびっくりされちゃって、まだやる気なのって顔されて。いや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 、だってまだ、だって今がだってあれですもんね、あなたの場合はね。いや、そんなことはない。それは嘘。それは嘘だし、あ、よくある逃げ方。今が最盛期みたいなことでしょ？違うよ。そりゃないよ。そんなもっと昔だよ。残り汁でやるんだよ。この残りのガソリンでどこまで走れるかやるんだよ。チキンレースね。そりゃ分かってますよ。もちろんいるよ。その恋愛の、なんて言うんだろう。得意な人とか、あとは恋愛が、いつも自分が主人公みたいな感じで考えられて、うん、うまくバラ色の人もいると思うけど、だから、恋愛をするのに年なんか関係ないわ、みたいな。で、それ本当そうだと思うし、その通りだと思うんですけど、まあでもさ、ぶっちゃけ積んでる燃料はさ、今日、あの、10年前の半分にはなってるじゃんっていう。そうね。そう。着火も悪いしね。そうなの。そう、それ。着火が悪い。着火良くないしね。前、何回か前にも話したけどさ、この話。はい、着火に時間がかかる。そうですね。で、着火したらね、種火がずっとついててくれりゃいいんだけど、うん、ついてるかついてないかもちょっとわかんないね、今。いい炭じゃないんだよ。そうそうそう。それで、あと、あのね、やっぱり、私思った、すごい最近思ったこと。はい。あのね、物分かりが良くなってから恋愛始まんない。ああ、そうですね。なぜかっていうと、前は、勘違い、読み違い、思い違い。もうほとんど恋なんてこれですよ。そうですね。始まるところは、ね、そう、はい。お互いのそれですよ。はい、だけど、これぐらいになると、あ、この道は通れませんな。はい、撤収、バック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 って、その膝が N だか P だかじゃないけど、うん、で、意外とスッと、なんていうの、沈下できる調整機能もついてたりするんで、うん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 、フライングしませんしね。そう、フライングゲットっていうのはないんですよ。ないですね。これ難しいなと思った、ね。自分でちょっと冷める時もあるでしょ、だってあなただって。そうそうそう。えって。だやっぱり常に体育祭の音楽流してて、てってて。軍艦マーチ。いやいやって。それパチンコだから。それ昭和のパチンコだから。てじゃあ、あいた、たら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 って。それね、ちょっと待ってね、聞いてくれ。48の比較的体格のいい女が軍艦マーチを BGM に向こうから満面の笑みで歩いてくるから、だいたい逃げるよ。だいたい逃げるよ、それは。ね。わかんないじゃん、そんなの。いやいやいや、本当に。だから。フィーバーすごいしないじゃん。いや、いいんですよ。恋愛に関しては、人それぞれ考え方もういいっていう人もいるし、何言ってんのまだ全然、その、スーさん、もうそうやって年齢にとらわれる人なんてがっかりしましたみたいなことをたまにこう言われたり、リップが来たり、リップは来ないけどなんかこういろいろあるんですけど、そういう感想が来たりもあるんですけど、気にするよ、バカって。そうですね。私も人だよっていうね。そう。そうだね。まあでもやっぱりそこは、
肩回していきたいなと思いますよ。うん、なんか私の前の友達でもさ、独身の女が何人かいるわけですよ。うん、で、まあ、うん、あの、声大きい人もいたし、少なくの人もいたんですけど、本当みんな、あの、だんだん同じになってきて、昔はなんか考えすぎだよっていう子だったりとか、もうあっさりしてるんだから、みたいな、それぞれに個性があったはずなのに、この時代だったらみんな、あ、ちょ、これ、ちょっと、この先は取れません。はい、バックバックバック、全員もうバックが早い。すぐ展開していくからね。逆に、そうですね。ご結婚されてる人とかの方が、はい。恋煩いは。そうですね。なんでしょうね、うん。いつもこう、だから自由じゃないからじゃないですか。やっぱり禁止されると人は燃えるんですかね。そうでしょうね。だと思いますよ。既婚の方の方が忘れられないとか、そのなんだろう、なんとかみたいなお話はよく聞くというか、はい、まあ、そうなんですよね。あれ面白いなと思って。ね、そうそうそう、うん。バンとこう反射しちゃうんでしょうね。ね、いろいろね。お兄さんは閉じて方向で100あげようと思ったんだけど、何を捨てようかとかもう全部ね、結構先長いから本当大丈夫なの？今ね、あのね、まずお弁当箱、うん、あ、それは物理として本当にそうね、お弁当箱今一切ないんですよ、うんうんうん、子供がやっぱり学生時代の時はもうやっぱりあったかいの食べたいって言うと、じゃあ買ったりとか、うん、そうだよね、それに合わせてもうなんかその棚が多分今小中学生のお子さんお持ちの方みんなそうだと思うんですけど、うん、バンって開けるともうなんかお弁当箱ガンみたいな、はいはい、いっぱい入ってきて探すみたいな、うんうん、感じですけど、ね、ある時旦那さんが戸が開けられなくてね、うん、これいるのって言われて全部処分したんですよ、うん、でお弁当箱って一切使わない、本当になくなったらね、学生じゃなくなったらね、そうなんですよ、ね、水筒もそうだけど、水筒なんかでも一個どこ取っときゃよかったなと思うよ、あのさ、私たちが子供の頃ってまださ保冷機能の高い水筒を子供が持たせてもらえなかったから、うんうん、まん丸のさ水筒に麦茶入れて凍らせて持ってたじゃない。 あ、そうですね、うん、あれとか今家にあったら飲みたいもん、ね、家の中肩からぶら下げて歩きたいもん家の中そんな広い家じゃないけど、ま、カチャ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 って自分でちょっと水筒を開けてチューって入れて、あ、どうしよう、あの濃く出てきちゃったみたいな、あのまだ凍ってるから麦茶の濃い成分しか出てこなかったみたいなだからなんか一個ずつは残してんの、なんかほら、うんうん、記念に小1の時に使ったお弁当箱とかさ、うん、そういうのはね、うん、一個ずつは残してますけど、まあでもこれ残してたってなって思ったりもしますけどね。あれ捨てなきゃよかったなと思うよ。本当に水筒は一個まん丸の赤いのをすごい気に入ってたの、使ってたのがあって、うんうんうん、それは取っといて今首から下げてみんなにどんな後ろ指を刺されようと、うん、そこからチビチビ読みながら原稿書きたかったなっていうのはあるし、あと、お弁当箱だと幼稚園の時、アルミのお弁当箱だったの、うん。温められるやつだったから。はいはいはい、あれも、はい、やっぱ捨てちゃったんですよね、どっかで。あれもあったら。みんな持ってたよね、アルミのやつね。あれにナッツとか今入れて、あれカパって開けて、あ、そうね。食べながら首からぶら下げた水筒からチビチビ、チビチビ飲みながら。ね、毎日 TBS 上がってくる。そうそうそう。あれ、水筒来たよ、水筒。あれ、水筒来たよって言われて。来た来た来たってなるからね。そうそうそう、まあでも、物はね、捨てないとね、確かに。そうなんです。だからやっぱ、それも私ずっと言ってるんですけど、うん、やっぱどんどん家を畳んでいこうと思っていて。うんうん、まあ子供思いだよね、その方がね。ほんとそうですよね、うんうん。でも畳んでいくの早いよ。だって今、こっからさ、あと半分とは言わないけど、うん、まああと30年ぐらいあるわけじゃん。うん、親とか見てると。うん、まあで、30年後から片付けようと思ったら無理よ。親見ててもわかるけど、うん。そう。だから今からやっていかなきゃいけないのはすごいわかるんだけど、うん、片付け、過ぎちゃうとさ、引っ越し屋が来るまであと4時間みたいな感じになっちゃうよ、多分ね。でもなんか、なければないで、本当に、そうなのよ。別に不自由しないんですよね。うんうんうん、そうね。だから、どん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 それはやっていかないとなって、スーツケース最後1個になるまでっていうのは、思います。それが何年後なのか分かりませんけど。ね、うん、でも、暮らし自体もそうなっていくんじゃないですか？多分。ドヤに進めるぐらいの感じですよね。そうなるとね、立って一畳寝て半畳じゃないです。立って一畳寝て半畳でコンパクトになっちゃう。立って半畳寝て一畳みたいなね、ところでこう、進めるぐらいの。ねえ。あと何したいかな。あと普通に、もう普通の話ですけど、英会話。そうね、私も英語やりたいわ、ちゃんと。私まだあの、海外の方ちょっと怖いから。はいはいはい。いや、それは英語ができないので。できないから。っていうのは別に大丈夫じゃないですか。あと仕事でもやっぱ海外の人となんか、ご挨拶ってちょっとあるじゃないですか、うん、冒頭に。司会とかも、うんうん。
あれも、閉ざしますから、口を目を合わさないようにしてますから。だから、それ良くないなって。ラスト侍で村人じゃないんだからさ、もうちょっとちゃんとやんなさい。良くないなと思って、英会話はやっぱり挨拶してちょっと喋るぐらいはやっぱり、うん、まさか自分がやりたいと思うようになるとは思いませんでしたけど、きっとやるんだろうな。うん。うん、留学しちゃえばいいんじゃないですか、3ヶ月。そうなんですよ。うんうん、だから、光浦さんが50歳で留学されたじゃないですか。ああいうことなんです。なんか、ね、ワンチャンス、こう、もう一回ありそうじゃないですか。なんかやるのって、こっから。ありがたいことにね。うん。そうなんですよ。我々、あなたは子供が手が離れたし、私は父が手離れたらっていうので、うん。そう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 。なんかもう一個全然違うことができたりとか、きっとするんだろうなと思います。うん、保育士にもなりたかったし。そうね。それずっと言ってるもんね。はい。今からなれないのかな。まあ、資格も頑張れば多分 ね、うん、ね、大丈夫だと思いますけど、うん、まあちょっと現場がどういうか分かりますか、ね、かなりうろたえますよね、この人来たらね。ね、すいません、絵本だけ読んでてくださいみたいな。すいません、堀さん、絵本で、絵本です。偽地蔵、子供たちに。偽地蔵、何その話、保護者からもうガンガンクレームの電話が、うちの子が偽地蔵を呼んでくる。感謝をしないひよどりさんっていう。感謝を忘れただから。イソップ。ねえ、そういう感じで、いけるんじゃないですか、でも。そしたら。英語習いたいでしょ、だって。ちゃんとやりたいですね。やっぱ、うん、ただもう私が一回留学したことがある。そうですよね。私からすると、うん、もうあとは語彙力、なんですよ、うん、言葉とフレーズをどんどん覚えるだけなんで、うん、一人でやれるんですが、うん、やんないけど。他の言葉はいいんですか。まあスペイン語かな、やるとしたら。多分スペイン語が一番、文法の規則はすごく難しいんですけど、フランス語と同じで、うん、変換はあんまりあれじゃないんですけど、うん、発音がすごい日本語と似てるんで、うん、すごいやりやすいんですよね。スペイン語と英語が喋れるようになるといいな。いいですよね。だって全米デビューじゃなくて南米デビューにするわ。方向変わった。あ、でもちょっと可能性あるんじゃないですか、それは。南米デビューの方がさ、南米の人には申し訳ないけどさ。ちょっとありますよね。なんか。どういうことですか、ボサノバってことですか。いやいやいや、てかみんなが知らない、なんか、あなたの知らない日本人が世界ですごい有名みたいなテレビあんじゃん。はい。はい、ああいうので、はい、南米でめちゃくちゃ人気のおばさんっていう。でもさ、でも割と早く達成するんじゃない。だってなんか。スペイン語勉強して、TikTok みたいなことじゃないんですか。そうだ、そういうので、ね。そういうことですよね。スペイン語で TikTok やるんだ。エイトみたいなことなんですよね。YouTube でなんか、ひとし歌って、ひとし歌ってバズるってことですよね。そうですよ。ジェニファー・ロペス好きだし、私。はい。J ローから敵視されるっていう。ね、J スー、J スー何なのって。J ロー、ジェニファー・ロペスで J ローですから、私は J スーですから。壮大な夢すぎる。J スー、ちょっと潰してきて、みたいな。ジェニファー・ロペスから敵視されるって、これはいい人生だ、後半。いい人生です。ジェニファー・ロペスに敵視されたら。いや、ちょっと行ってください、そこ行ってくださいよ。遠いな、おい。いや、でもどうだろうね。遠いのかね。ね、どうなんだろうね。うん。堀さん。泣かせるお手紙がいただいておりますよ、うん、リスナーの方からたくさんね、今日もメール、必ず目は閉じておりますんで、はい、ありがとうございます。おばさんネームハンテンさん、はい、18歳の男性です。うん、こんにちは、初めてメールさせていただきます。自分が今高校3年生ですが、この番組を聞いています、うん、ありがとうございます。自分の親世代の等身大の話が聞いてとても面白いですし、勉強にもなっています、うん、お父さんお母さんもこんなことを考えているのかなとか、いろいろそんな中で生まれた葛藤を聞いていただきたいです、はいはい、それは何一つ文句を言わずに家事をしている母親の姿を見るたびにすごく申し訳なくなって、強がって様子を見せない姿に少しイラついて、そんな自分に悲しくなることです、うん、深夜1時目が覚めてトイレに行くと、トイレ掃除をしている母親の姿がありました。これからお風呂に入って最終的に寝るのは3時頃、うん、そしてまた僕の朝ごはんやお弁当を作るのに6時に起床、うん、どう考えても大変な生活なはずなのに、母は顔色一つ変えずに働いています。感謝より申し訳なさが勝ち、母親に何か知ってもらうたびに憂鬱になってしまいます。自分のことは自分でやる、そう言っても聞いてくれません。こんな時どうしたらいいですか、教えてください。うーん、ですって。18歳の、ね、こんなことを18の男の子が考えてるなんていうのは、素晴らしい。いや、知らないだけかもしれないよ、我々が、うんうん、
ブスッとしてる息子さん、あちらの息子さんも、こちらの息子さんも、本当はどこかで後ろめたさを持ってるのかもしれないしね。あと、これはさ、母親のさ、私が全部やらなきゃって背負い込んじゃって、うん、周りが手出せなくなる結界が張られてる感じもわかるじゃん、うん、自分の親とか見た時の時に、はいはい、これどうしたらいいんですか、母親専門業の、ね、堀さん。でもどうなんでしょうね、その手伝ってくれることよりももっとこの子にやってほしいことが母親があったりとかすると、うん、はいはい、学校生活を楽しんでほしいとか、そうそうそう、あの洗濯も掃除もしなくていいから、うん、なんか部活やってほしいとか、うん、勉強してほしいとかいう母親もいるじゃないですか、うんうん、洗濯たたむ30分があったら、あの、まあ、勉強してとかね、うん、そっちの方が私は嬉しいわとか、うんうん、だからちょっと母親がね、ハンテンさんのお母様が何をこの人に一番望んでいるのか、ね、家事しなくていいから休んでてとか、うん、それなのかもしれないし、一回さ、うん、お母さんとそのこれ話すのすごい大変だと思うんですよ、うん、18と40代の母親と、うん、で、まあ、父親がいるのかいないのか分かんないですけど、うん、なんかトレーディングカードみたいなの作ったらいいかなと思ったの、イメージ。なんか、こうしてほしいっていうことをお互い出し合って、うん、ここがすごい気になるっていうのを出し合う。うん、そうすると、多分、お母さんには休んでほしいとか、寝てほしいっていう息子がカード出して、でも、お母さんの方は、なんだろう、手伝ってほしいだったらそこ成立するわけじゃん、トレードが。だけど、多分そこ成立しなくて、勉強してほしいとか、部活頑張ってほしいとか、なんか自分の生活してほしいみたいな。そうすると、お互いのしてほしいことがすれ違ってるから、こうなるとちょっと、話し合いが必要だよね。そうですね。うん、なんかでもさ、それもいいね。手伝わなくてもいいから、自分の生活楽しんでみたいなのも、なんかちょっと寂しいけどね、子供の方としてもそれも。ありがとうっていうのもちょっと言えないっていうかさ、なんかちょっと、なんていうの、人員としてカウントされてない感じがする、家族で。どうなんでしょうね。なんかこう、母親にこう、こっそりというか黙ってそのトイレ掃除したりとか、洗濯物畳んだりして、畳んどいたよって言った時にどういう反応するかですよね。うん、ね、ありがとうなのか、助かるなのか、うん、そんなことしなくていいからなのか。あとさ、一番あれだよね、難しいのが、そういうじゃないのよみたいなこと言い出すともうやんなくなっちゃうじゃん。うん、そうですね。だから、トイレ掃除教えてって言って、教えてもらって自分でやるとかね。うん、トイレ掃除結構やるよみたいな感じでやっとくとね、うん、なんか一個でもそういうのやってくれると、うん、おかしい、私も2時ぐらいにトイレ掃除したことあったはずなんだけど、おかしい。グースかピーだったね。ご家族全員グースかピーだった。またブツブツ言わしてもらうけど。どうぞどうぞ。どうぞ。おかしい。2時ぐらいにトイレ掃除したことあったよ。うちはね、結構。遠慮したの私に、あれ。ね。そうそうそう。どういうこと？うちの母親は結構、すごい機械的にアサインしてきましたよ、私に。アサインって振り分けてきましたよ。今からトイレ掃除担当とか。はいはい、うん、うん。ね、四半期に一回は、うん、階段を全部雑巾掛け、うん、あの、すごい階段の多い家だったから、絨毯で。うん、全部絨毯を雑巾で階段掛けとか、うん、なんか、何の感情もなくポンポン振られてきたので、いいですね、バイトみたいに。ね、別にお金は発生しないけど、うん、はい、はい、みたいな感じで、うん、やってたけどね。私も、うちも、あの、ある一定の年を超えたらそうでしたね。うんうんうん、じゃあやってたんじゃない、うん、私が子供に対してね。うん、でも、うちの母はそうではなかった。やっぱり。ミカちゃん、そんなことよりもだった。うん、あ、そう、うん。そんなことよりも、勉強してとか、ピアノやってとか、そっちだ。そうでした。なるほど。そういう母もきっと、いるんじゃない？そういう気持ちもあるんだろうね。うん、親のね。うん、いいの、いいの、あの、お洗濯とか別にやらなくていいから、自分のやることやりなさいって言ってた。はぁ。懐かしい、自分のやることやりなさいっていう。あ、なんか、親がね、言うフレーズだよね。うん。うん、来週ちょっと募集したいんですけど、うん、メール最近募集してなかったんで、懐かしい親のフレーズどうですか？あ、素敵、いいですね、うん。忘れられない親から言われたフレーズ、うん、いいことも悪いこともあると思うんですけど、うん、よくこれ言ってたなとかね。ね、私はあれですよ、やっぱりお母さんあれどこ行った、お母さんあれないっていつも言って、お母さんが行ってあったらどうするっていうのを2億回ぐらい言われた。お母さんが行ってあったらどうするって言って大体あるんだよな。不思議だよね。不思議だよね。ね。絶対ないのにさ、絶対ないのに行くとあるんだよ。いや、もうほんとそうなんだよ。子供たちもないない言うから言うけど、行くと絶対あるじゃん、ほら、っていうね。
あるね。父親から言われて忘れられない言葉はですね、うん、お前のマイナー思考が心配だっていうのと、それ中学の時に言われたんですけど、あの、好きな音楽の話とかしてたけど、お前のマイナー思考が後々心配だって言われたのと、あともう一個はですね、寝ないと太るぞって絶叫されたのが、私があまりに寝ない。心配。そう。心配。寝ないと太るぞってすごいこと言われてる人って、まあまあ、お風が吹いてお気合が儲かるぐらいには寝ないと太るらしいんですけど、そんなことをさ、思春期の子とかに説教しがなくてもよくないっていう。あります親の。私、まあ、母親は、高校、中学校ぐらいから、いつも言って、ミカちゃん、東京怖いよって言ってた。それなのになんで出てこれたの？なんか反対しましたよ、母親は。もうずっと反対してましたよ。うんうんうん、それでもだって就職した時に戻ってらっしゃいって言ってましたから、ここ入った時も、うんうん、もうやめて戻ってきなさいって言ってましたから、うん、まさかこんなに長く、あとまずあんまり喋るなって言われました。めっちゃ喋る仕事じゃんね。親の言うこと一個も聞いてないじゃん。東京出てきて喋るの仕事やってんでしょ。どうなのそれ。あんま喋んなって言われたのに。喋るな。喋、うん、ると恥ずかしいよって言われた。うん、どうして今こうなってるね。だからさ、昔の母のね、うん、やっぱりそういうなんか、ね、考えはあったじゃないですか。うん、まあ、あんまり出しゃばらない方がいいよとか、そういうことだよね。そういうことです。昔のね。はい。あれでね。うん。黙って聞いてなさい。あんまり喋るもんじゃないよって言われました、ずっと。なんか学級会かなんかで手挙げたんですよ、うん、はい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 、 PTA 参加みたいなやつで、うんうん、これどう思うみたいな話をみんなで議論するときに、うんうん、なんか私手挙げたらそれが最後の質問、なんか最後のなんかビーって私が挙げて金なっちゃったんですよ、はいはいはい、なんか一番美味しいとこ持ってっちゃって、はいはい、すごい光が当たっちゃった PTA 参加で、帰ったときに母に言われたのはすごい覚えてます。目立つなっていう教育だったんだね。そうそうそうだと思います。ミカちゃんああいう時あんまり手挙げなくていいんだよって言われて、あそうだなって、まあでもまあそのね、人によりますから、思いは今はそうじゃないとは言っても、うん、でも面白いね。だってさ、まあもちろんルートは全然違いますよ、あなたと私のこの局に入って仕事をしてるルートは全然違いますけど、どっちかってあんたやりたいことやんなさい、目立ちなさい、目立ちなさいとは言わなかったけど、はい、やりたいことやんなさいみたいな、お母さんがね、そう、母親とあんまり目立たない方がいいよっていうのと、どっちもどっち、結局ここに流れ、この中須感TBS ラジオの中須感すごいね。結局どうか、どうやろうとここに流れ着く中年っていう。そうなんですよね、うんね、うん、うちもなんか別に、その、手あげなさいとも言われなかったし、あげるなとも言われなかったけど、なんかこう、もっと、なんか、意外と引っ込み思案だったしさ、うん、なんかジメジメしてたから、子供の頃は、うんうん。家の中とかだと。特にそうだったからっていうのは、なんかこうもっと、なんかもっと表現者をやると思ってたわみたいなこと言われた記憶あるわ。なんかレコード会社入って裏方やるって言ったら、はいはいはい、で、うちは母親はそうだったから、はい、その出版社とかやってたから裏方だったんだけど、うん、あなた表出る人やると思ってたわって言われて、うん、すごいね、ちゃんとだから見抜いてさ、ここに今あれいるわけじゃん。まあ ね表でもラジオってさ、うん、表と裏のちょうど間のさステルスみたいなとこじゃん。そうだ、ね、最高じゃん、ポッドキャストとかラジオって、ね、一番そうですね、一番いいよ、これみんながそう外歩いてて気づくようになると、あのね、匿名性っていうのが一番お金で買い戻せないの、うん、あなたよくおっしゃってます。何億ついでも絶対に取り返せないのが匿名性なの。そうですね、私なんてもうコンタクトしてヘアバンド取ったらもう誰だか分かんないからね。だいたいメガネしててコンタクトしてたのヘアバンドしてたって十中八九バレないんだから。いや、バレるでしょ。いや、バレないバレないバレない。喋るとっていう人いるけど、やっぱりラジオとかで、うん、やっぱここもう最高、ラジオ最高、やるならラジオ。そうですね、本当に、うん、さあ、というわけで。嬉しい。ありがとうございます。メール、はいはいはい。スーさん、堀井さん、いつも楽しく拝聴しております。大場座さん大好きさんです。ああ、どうもありがとうございます。いや、違う。どっちなんだろう、これ。なんだよ。はい。勝手に人のラジオネームさんにやめなよ。ラジオネーム、おならおばけ32歳。全然違う。ごめんなさい。
ポッピンということで、思わず、そう、お二人のように叫ばずにはいられませんでした。毎週楽しみにしている大畑さん、私は、土日を、夫が仕事なので、二人の幼い子供を一人で見ながら、イヤホンで聞く大畑さんに癒され、笑わせていただいております。今週末も楽しく拝聴し、子供とのバタバタの土日を終えて夜になり、夫が帰ってくると、9万円するんだけど、気に入ってくれると思うものがあるんだよね、とプレゼンが始まりました。何かなと思っていると、ポップインっていうプロジェクターと話の序盤で思わず私は、え？ポッピン？ポッピンと、スーさんとミカさんのように元気よく連呼してしまいました。パペンって私言うせずね。すごい。正直、オーバーザさんの放送を聞いた段階では、ポップイン様が何の企業なのかわかりませんでしたが、スーさんミカさんのポッピンは耳に残っておりました。おかげで夫にもオーバーザさんの楽しさを伝えるきっかけになり、今までこれといって推しがなかった私にも自分の推しを進めたくなる気持ちが理解できました。お、何が言いたいのかまとまらず、ただ日記のようになってしまいましたが、とにかく二人のポッピンは良い響きで、それだけで面白かったです。アラサーは既婚未婚、小ありこなし、バリバリ働く人もいれば専業主婦もいたりして、うん、友人関係について悩んだり、今まで付き合ってたけどギクシャクしたり、学生時代のように付き合えないなとか、肩書きが違うと話が合わなくなって離れてしまうとか、寂しいこともあります。でも大場さんの以前のエピソードで、お二人が40代になると、かっこ子育てが落ち着いてくると、それぞれ自分の道をバラバラに必死に生きてきた仲間が環境は違えと同じ川に戻ってくるというようなことをおっしゃっていて、とても安心し救われました。他にもお二人が本気で言い合う、かっこ確かプロレスか K1 についてスーさんが話し、質問してミカさんが怒られる、そしてミカさんが反論するという回もこんなに言い合える仲になるなんて素晴らしいなと感激したり、今後自分もこうなりたいなと思える人生の先輩お二人を知ることができて、そしてリスナーの方々の様々な人生経験のお話を聞くこともできて本当に幸せです。私も自分なりに自分の人生を楽しみながら、いいね、これからも楽しい放送を楽しみにしております。ポップインポッピンということでですね、はい、ありがとうございます。堀井さんはもうあのスポンサー様っていう言葉がもう大好きなので、はい、大好きです。ポッピン、はい、ポップイン大好きです。いや、いいじゃないですか。だって聞いた、そうね、聞いた、こんなことあるんだね。その土日夜になって夫が帰ってきて、うん、夫がポップインプレゼントすると、9万円もするんだけどさ、うん、って言ったら、もうそりゃね、すごいじゃないですか。奇跡もタイミングも。先週聞いてない方のためにお伝えすると、はい、この番組なんとですね、既得なスポンサー様が、はい、あのついてくださいまして、その名もポップイン、ポップインアラジン、天井につけるプロジェクター、そしてライシーリングライトにもなるというですね、はい、あの会社がつけて、でも結構びっくりしたのは、もう持ってる人結構いたよね。いました。たくさんいましたね。ツイッター、ハッシュタグで見たとき。はい、みんなナウだなと思ってさ、ね、あとみんな欲しいって言ってくださる方もたくさんいて、ね、ありがとうございます。だから私はちょっと多拠点生活で使います。ああ、そうね、自分の今の家じゃないと、ね、はい、秋田と広島と、うん、あのパーペン、はい、なんか広々した空間にちょっといずれつけたいなっていうのもありますね。はい、はい、というわけでですね、はい、あっという間に今日も無駄話で1時間。そうでした。今日はほら、中森明菜イントロドーンをやろうと思ってたんですけど。それやりたかったけど、来週やるよ、じゃあ。いくよ、てれってれれれれれれれ。二分の一のシーン。ピンポンピンポン、じゃあそっち出して。そうですよね。ええ、ちょっと待って。ちゃ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 らちゃ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 ららら、そうです。ナリザミステリーです。なんで北ウィングです。あ、北ウィングだ。すごい、でもやっぱ私たち、あれ。たん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 。何それ。たん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 。はい。もうしっかりでしょ。刻むステープでね、ちゃん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 で、あんた本当にピアノやってんのね。なんで今その恐怖の音階みたいになったのね。完全にホラーじゃん。タン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 でしょね。なんで今ちゃんちゃんちゃん。だだだだだん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 。街にはびこるピンポンピンポンピンポン Show me the real love でしょ、ね、ピンポンピンポン、じゃーん、ちゃちゃちゃーん、ちゃちゃちゃ
こう、同世代ってこういうことだよね。たた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 あとのめまいする歌なんだっけ、めまいって何、めまいがするみたいな、軽いめまいみたいな、あ、はい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 、なんだっけ、なんか立ちくらみする歌なんだっけ、めまいで、それスローモーションじゃないっけ、あ、そうだ、軽いめまい、いや、ね、めまいはスローモーションじゃないよ、めまいはじゃないよね、ねね、スロー立ちくらみ、ちょちょちょ歌ったじゃん、そうなんだっけ、あ、めまいはスローモーションじゃないよ。あれ、出会いだからね。ね。出会いだからね。ね。間違いないよ。ね。これ聞いてる人うるさいってなるから。タン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 。だからかっこいいなんて。忘れればいい。ね、私たちの吸い込まれ方何なのこれ。恐ろしい。この超下手くそな、下手くそなイントロで何を歌ってるかが分かってしまう。ちっちゃーちゃ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 なんでこんなことで分かっちゃう、こんな能力いらないよ、お母さん、天国のお母さん、こんな能力いらないよ。すごい、ちょっと待って、やっぱり私たちすごいよ。タンタタンタン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 タン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 、恋も二度目。なんでわかるの、つらい、なんでわかるのか、つらいよ。やっぱり中森明菜なんだよね。どっち派だった？私は中森明菜さんでした、うん、私もそうだった。坂口涼子さんの髪型が好きだったから、坂口明菜さん、でもさ、坂口涼子さんのキャラクターが好きだったら聖子ちゃんじゃない、どっちかっていうと、うん、でもなんか私、うん、あの髪型に憧れたんですよね、明菜ね、髪型よく、うん、あのどうやったらあんな風にブローして後ろに流れるのかね、そうそう、ふわんふわんな感じとかね、良かったですよね、うん、そうね、うん、素晴らしい。でもすごい、よかった。なんでかって、私、この間インスタでさ、うん、自分のアカウントでずっと秋の曲貼っつけてただの。うんうん、だ全くお互い連絡取らなくて、着せずして同じタイミングに秋の聴きまくってたってことでしょ、っていうことでした。ずっと聴いてたから。だから、テレレテレレレレレレレって言われるとなんだかわかるっていう。ペパーン、イントロドンっていう。さあ、というわけで、あっという間に時間に、お開きの時間になりました。今回ここまでにしておきましょう。はい。オーバーザサンでは皆様からのメッセージをお待ちしております。はい、送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp。over@tbs.co.jp。アルファベット小文字で over です。はい。次週のメールテーマは、親に言われたあの一言、うん、親に言われて忘れられない一言とか、親に、よく言われてたこと、私はお母さんが言って会ったらどうするっていうやつでしたけど、はい、それを私は喋、うん、るなでした、喋るなでした、お互いあと東京怖いです、いや、そう、東京出てきて喋りの仕事やってる堀美香っていう ね、 ね、ですね、毎週月曜日の夜に大体収録やってるんで、はい、月曜日のお昼ぐらいまでにメールいただけると助かります。はい。そして番組公式ツイッターアカウント開設しました。ユーザー名は OTS_TBS_Radio、OTS_TBS_RADIO、TBS ラジオ、オーバーザさんで検索していただいても出るかと思います。番組の LINE スタンプ、よろしくお願いします。それではまた金曜の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、TBS アナウンサー、堀井美香と、ジェンスーでした。オーバー。TBS Podcast。